ここは北海道ですか。そう思ってしまうよな、一瞬。なんかめちゃくちゃ遠くに来た気持ちになるわ。すっごい。チャンネルパーティアです。パーです。はい、今回ははいパーティアオチャンネルのキャンプ5年目かな、4年目かな、6年目かな、まあそれぐらいです。のね、リアルな冬キャン装備をね、今回は紹介していきたいと思いますよ。もうでもほぼ2年ぐらい前までさ、冬キャンって電源サイト一択やったよ。あ、確かにずっと電源サイトやったんですよ。永遠。だから結構選択の幅が狭いというか。でもここ2年ぐらいな。2年ぐらいかな、1年かな。それぐらいです。ちょっとね、冬キャン装備をね、こう何点か入れて、冬でももうどこでもキャンプできる。まあどこでもってわけじゃないからね。そりゃもうマイナス10何度とかみたいな無理やね。あ、そりゃそうや。まあ大体この辺は下がってるな。まあ知れてるもんね。知れた。よう言っても4、5度ぐらい。確かに。毎回マイナス7度くらいで大変。もうこの辺焼けたもん。これボロボロなって帰ってきた。黒になって帰ってきた。あれから勉強した。というわけで、早速ね。まあ、これがあれば、まあ、関西圏やったらもう冬も余裕ですよっていう。ですよね。冬キャンの装備をちょっと紹介していきたいと思います。それではどうぞ。じゃあママさん、まず一つ目、はい、お願いします。なんだのシュラフ650かな、650やったかな。はい、ダウンシュラフ。ダウンシュラフ、これは最強やで。別注モデルで安かった。うんうん、これがあったら、関西圏の冬、まあ、よほど山の上に行かん限りは。そうやな。もうこれと、湯たんぽのみで。全然いけるな。楽勝っすね。なんか、最強やで、やっぱり。これでだって俺、寒いって思ったことないの、冬。おー。逆にあったかい。逆にあったかい。逆にあったかい。逆に？逆に。あ、そう？寝てる時が一番あったかいっていう。あ、そうやな。出るとき嫌なぐらいさあったかいな。そう、朝は出られへん。ずっと埋もれてたよ。昼まで寝てたい。はい、一つ目はナンガのシュラフでした。ダウンシュラフです。650。うん、別注モデルで安かったです。安かったです。はい。二つ目はこちらです。パセコのストーブ、石油ストーブ。これがまためっちゃくちゃあったかい。これがだから18時間ぐらい。13時間か18時間か、すいません、テロップ入れます。満タンで燃え続けるから。そう、めっちゃあったかい。それにこのな反射板つけたらめちゃくちゃあったかいやんな。でこのファンもつけてね、テント内を十分にこう暖かくしてくれる。これはマストアイテムですよね。です。2個目はパセコのストーブです。3点セット、おめでとう。はい、3つ目、こちら電気毛布とホタ電です。これセットでね。アンカーね。そう、それに電気毛布があればもう一晩干せるっていうね、最強アイテムです。なんかの寝袋が1個しかないんですよ。でママさんとハルタ君が2人が寝てるあのシュラフ、
BOD の我が家我が家の主役であれ単品やったら死ぬかな、うん、死ぬ死ぬ単品で、うん、これを背中部分らへんに引いて二人で、あとは足元にね湯たんぽ大きいの1個入れとくだけで、まああったかいのくのくで寝れますんで、おお、はい、ガーデンと電気毛布と湯たんぽがあれば我が家のシェラフでも冬も全然いける。そうそう、寒ってなることなくな、あとは、ね、毛布も入れてる、毛布入れてます、うん、十分、そうです、関西圏の十分過ごせる、よほど山の上に上がらない、うん、寒ってなったことない、あれでですよね、うん、うん、はいですね、はい、うん、3つ目は、電気モードとアンカーのポタデンですです、まあ、ちなみにあの今日で使い続けると、ああ、まあ、朝にはもう消えてます、中で十分、中で十分、うん、でこれがあったら安いシェラフでも、何がのシュラフ買うんか電気毛布買うのかはあなた次第、まあでも何がのシュラフがあるにとしたことはない、うん、まあただ3つ買うってなるとそれだけで十何万いってます、ガガスシュラフですね、はい、だから何がのシュラフ、うん、ストーブ、ストーブ、いやポター電、電気毛布セットに、まあ、あとはこまごましたもん、うん、湯たんぽとかね、湯たんぽとか、例えばこういうイエティナの手袋、指が出てるから、うん、まあ作業するにも全然困らへんし、でなおかつめっちゃあったかい、こういうの、まあ、あとはヒートテックヒートテックな、超極端、超極端手袋、うん、で最悪春回路、春回路して、うん、なんかのダウンってます。ああ、なんか全然オッケーやな。全然いける。全然寒くない。まあ外でこうボート立っとったら寒いけど、うん。そんな感じですね。はい。はい、それぐらいです。どうですか。冬キャン装備、我が家の冬キャン装備。短い。結構軽装な方なのかなこれ。どうやろう。こうなんけど、ね。こんなもんじゃない。まあ、たまにキャンプオーパーツやったりとか。ああ、テントダウンのな。まあ、スイッチ。暑いよな、タンクトップもさ、トップはちょっとな、あれけど、まあ、そんな感じです、はい、はい、そんな感じです、トントントンときましたけど、うん、はい、今回の動画は、はい、以上です、以上ですお前に冬キャンの装備を紹介できるのはございませんこれだけで十分です、ね、あとは食べ物がな、鍋するとか、まあ、ホットワインしたりね、ホットワインしたり、うん、ぐらいや、まあ、こんなもので冬乗り越えれるよっていうことで、はい、今回はね、まあ、少しでも参考になるのかどうかまあうちは冬こんな感じ、こんな感じでやれてますと、はい、いうことです、はい、以上ですね、以上です、はい、はい、最後までご視聴ありがとうございます、どうす、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします、マイヒロチャンネルでした。次回の動画でお会いしましょう。バーイ。セグ。やるんや。